どうも。二人とも揃ったようじゃな。バーダックがミラを引きずり込んだ時の狭間の中での出来事よ。そこで何が起きたのかお前たちにも見せておきたくてな。俺たちにも？一体何が起きたというんですか？説明するより見てもらった方が早いわ。これよ。バーダック！この俺が振りほどけない、こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力を舐めるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。この時の狭間からは永遠にいたい。貴様ここで朽ち果てる運命。それでもまだ俺と戦うという。誰にも邪魔されない。こつぼだ。パワーまで強化したのは失敗だった。てめえらからいただいたこの力で。うちの人やるぜ。どうした？いくら強化したとはね、こいつがここまで踏み続けるはずがない。この男は戦いの中でどんどんパワーを高めていくという。いや、まだまだ落ちたもんじゃないぞ。スーパーサイヤ人の力で。この得体の知れない力を待っている。今度こそ俺が最強だと証明してみせる。
あのトアとかいう女にか？さめに戦ってんのかよ。十分つまんねえ野郎だ。俺は確かに強い。てめえには負ける気がしねえ。戦闘力が俺の方が上のはず。そんな数字にこだわってっから金はつまんねえんだよ。ああサイヤ人スリー終わりにしようぜ。なめんじゃねえぞ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。俺は負けたのか。だな、こんな感情は初めてだな。奴らにあって俺にないもの、それが少し分かった気がする。すごい！まさかバーダックさんがあのミラを倒していたなんて。最後の戦いでミラはトアの命令を無視して自分の限界を超えようとしたって言ってたわよね。この時のバーダックとの戦いがミラの心に何らかの影響を与えたんでしょうね。でもバーダックさんはこの後どうなってしまったんでしょう。ミラが意識を取り戻した時には姿が見えなかったのですが。そう、それなのよ。二人の戦いの最後の瞬間からミラが意識を取り戻すまでの歴史が見られないんじゃ。おそらく超パワーのぶつかり合いによって時の狭間に何らかの異常が発生したんじゃろうな。あなたたちはバーダックがどうなったと思う？
確かにあれだけ激しい戦いだったわけですし、時の狭間を突き破っていても不思議じゃありません。だとしたらバーダックさんはどこかの時空へ飛ばされてしまったのかもしれません。ただスーパーサイヤ人3の力は消耗も激しいと聞きます。急激な覚醒に体がついていかず、パワーを暴発させて消え去ってしまったのかも。ああ、そうね、どちらもありえるわね。まあもし生きていたらまたどこかで会えるかもしれないし、今後も歴史の調査を進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとう、参考になったわ。お疲れ様。